14万人が住む町となっています。鳥取県の55万人と比較しても3倍弱とかなりの規模を誇る町です。今日はここから川崎市を縦断するように通る南武線に乗って一駅行ったところから、町の大きさと似つかわしくない路線が出ているということなので乗ってみたいと思います。右に曲がって東海道本線と分かれ、下を向いたらすぐ一つ目の停車駅の新津駅です。その途中で進行方向左手から東海道本線をまたぐようにしてきた線路が合流してきました。ちょうど降りたすぐにその線路から機関車がやってきました。勾配に強い EH200 型、通称ブルーサンダーです。いやいいですね、機関車をこんなに近くで見る機会はあまりないのでその大きさに圧倒されます。この先は知っての短絡線を通って新津組の方へと向かっていくのでしょう。南部線を左にそれて分かれ、住宅地の方へと曲がっていきましたね。このように知って手前で合流してきた線路、通称南部支線は、東京貨物ターミナルと武蔵野線をつなげる役割を持つ路線ですが、貨物だけではなく旅客の取り扱いもしています。その列車はここ知ってから浜川崎までを結んでいますので乗っていきたいと思います。早速ですが列車がやってきましたね。ですがなんか少し短い気がするのは気のせいでしょうか。1、2、ワンブー、アンブー、ビー、ヤン、何語で何回数えても2行しか繋がれていません。東京もすぐ隣の大都市を通っているはずなのになんでしょうこの短さは。東海道線では短い10両編成で参ります、とか言っているし、南部線の6両編成ですら短いが故に混雑がとんでもないと問題になっています。需要がめっきりないのかと思いつつ乗ってみると、ロングシートの6割が埋まるくらいには正常なご様子で出席を出発。乗車したのは平日の14時台の列車です。昼間は本数が少ないですが、通勤ラッシュ時にはそれなりの本数が用意されており、需要はありそうです。近年は小田坂駅が建設されるなどもしましたしね、川崎方面に向かう南部線と分かれて、まっさぐ南へと足を進めていきます。南部支線を地図で見てみるとこのような感じになっています。この先、東海道貨物線と合流して川崎貨物駅を通って多摩川をトンネルでくぐり、隅田川と並ぶ貨物ターミナルの東京貨物ターミナルへ向かいます。先ほどの知って短絡線を組み合わせるとデルタ線を構成するようになり、武蔵野線と東海道方面、東京貨物ターミナル方面が相互に連絡できるようになっています。見た目はのどかな単線ですが路線の重要度はそれなりにあります。南部線の元をたどると太平洋セメントの創設者として有名な浅野総一郎が保有する大手鉄道沿線で採取できる石灰石を川崎の工場まで中央線などを介せずに川崎の工場まで持っていくために作られました。南部線の大半の貨物需要は武蔵野線に譲ることとなりましたが、現在でもこの南部支線は貨物の需要を引き受けている路線となっています。知っておいてしばらくすると東海道線の上をまたぎ、進行方向右手側に東海道貨物支線の本線が90度曲がってきて合流します。それを過ぎて減速し1つ目の停車駅の八丁目は定期です。八丁縄手は京浜急行との接続駅となっていますが、南部支線は本数が少ないかつ京急は普通しか停車しないというそれなりに不便な乗り換え駅となっています。浜川崎方面へと乗り継ぐのならいいですが、武蔵小杉の方へ向かうなら黙って川崎乗り換えにしておいた方が非常に無難で賢いです。八丁縄手までの一駅の乗車の人もそれなりにいる模様、体感3割くらいの乗客が起きていきました。バスよりか安いということで本数が少ないけど使っているのでしょうか。片道140円でバスの200円と比べて60円の差があります。八丁縄手駅を出ると間もなくして国道15号線を及ぼします。国土地理院の航空写真を見てもらいますと、この付近で昔は川崎駅方面から乗り鉄や貨物線が合流していました。この路線は1918年に完成したかなり古い路線でしたが、1973年に現川崎貨物駅と東京貨物ターミナルの間の線路が開通するのと同時に必要がなくなり廃止されました。現在ではこの廃止された路線を旅客化して復活させようかという川崎アプローチ線計画というものがあるのですが、廃線跡に建物が建っているなどしてあまり現実的ではない模様です。羽田空港アクセス線のように使われなくなった路線が復活するという計画はかなりロマンがあって好きなんですけどね。現実的ではないところにロマンはよく存在しているものです。実際便利になったところでそこまで需要が増えてるのか、そもそも採算が取れるのかも不思議なところです。線路が少し広がってきたのは過去にあった小田総社長の名残です。現在でも貨物列車の交換が行われていたり、普通列車が貨物列車の通過を待つなどしています。そして2つ目の停車駅の川崎新町駅に到着です。それまではスイカやパスモなどといった交通系 IC カードでは同一の駅と判定されるため、これら2つの駅を行き来することはできずに現金のみでの取り扱いとなっています。
間に挟んだ形となっています。普段は知ってと浜川崎を往復する運転をしているこの列車ですが、始発の1本だけは小田坂駅が始発駅となります。調べてみるとこの南部支線の東京に通っているお通りは支線通りと呼ばれていて、1944年から1969年までの25年間川崎市交通局が運行する路面電車が走っていました。この支線の運行が開始された1944年というのは太平洋戦争が末期になりつつあったので、開業から半年経った時にあった川崎空襲で全線脱線となったり、再開したとしても運行できる車両が1両しか残っていなかったりと、かなりアグレッシブな生い立ちを持つ路線でした。その後、川崎市交通局は乗り入れていた京急大支線を買収して川崎空襲する計画を立てていましたが、それも不完全なもので終わりました。結果として、路線網がしっかりしていたバスに需要を奪われ廃止が決定されることとなりました。もっと動画で覗きで見るのも面白そうですね。渡り線を通って変更方向一番右手の線路に寄っていきます。渡ってからしばらくすると終点の浜川崎に到着です。所要時間はたったの7分でかなりあっという間に到着しました。南部支線のホームは一面一線のかなりこじんまりとしたラホームとなっています。駅をの周りを見てみると目の前を大通りがオーバークロスしており、反対側は錆びれた貨物駅と古びた陸橋が残っています。ちなみに乗客のほとんどは小田坂で降りていきましたが、最後まで乗っている人もちらほらいました。かつて使われていたスイッチャーでしょうか。草が鬱蒼と生い茂っている中に黄色の人工物が埋もれています。かつては鶴見線沿線に多くの専用線などが敷かれていました。ですが現在川崎貨物方面に行かずに浜川崎の貨物駅を通る代表的なものは、安全駅の米軍のジェット燃料と梶ヶ谷貨物駅から運ばれてくるリニアの単独くらいなものとなっており、線路を見てみると錆びついているものが結構多くなっています。そんなことを言っていると現在でもバリバリ現役で活躍している東海道貨物線の東京側から EF65 が短期でやってくるのと同時に、横浜側からは EF210 牽引の貨物列車がやってきました。南部支線のホームと東海道貨物線との間に遮るものが少なく、それなりに迫力があります。この東海道貨物線が川崎貨物駅に延伸するまでは、先ほども出てきた川崎支線の駅を完全基準にして乗り入れ玉川方面に貨物列車を運行していました。京急の大支線も3線基調化され、京急川崎から2駅の鈴木町駅横の味の素の工場までの貨物列車も運行されていましたらしいです。貨物列車を見たことですし、改札の外に出ていきましょう。南部支線と鶴見線のホームは道路を隔てているのですが、双方が繋がっていないため、乗り換える場合はスイカなどの交通系 IC をタッチせずに一度行動に出てから鶴見線のホームに移動しなければなりません。これですね、今回は時間の都合上乗り換えるのではなく折り返そうと思っているため、一旦出場しておきます。改札を出て右を向き、道路の反対側を見ると鶴見線のホームに行くための跨線橋があります。ちょうど鶴見線の列車が入線してきているところです。跨線橋の入り口の和簡易改札機などは置いていない模様で、パッと見で本当にホームに繋がっているのか不安になりますが、上の看板を見てみると扇町、安全、鶴見とあり、間違いなくこれが駅だということを表してくれています。駅を利用する人がいるのでしょう。それなりに自転車が止まっています。この高架橋はまっすぐ繋がっていない東海道貨物線と鶴見線を連絡するためのものですが、現在はそういった需要は一切ないため、架線も取り外されて廃線状態となっています。結構立派な構造物なんですけどね、使ってないと聞くと貧乏性ゆえかもったいないと思ってしまいます。ってなわけで今回はこの辺までとさせていただこうと思います。チャンネル登録とかしていただけると何かいいことがあるというわけではございませんか。一人動画の制作者が結構喜びますので、何卒よろしくお願いいたします。また高評価も実際結構嬉しいです。また次回の動画でお会いいたしましょう。